ました。友よさんは外国の歌を紹介するとき発音がとてもいいですが、英語は大好きなんですか？僕はとても好きになれません。英語が好きになるコツがあるならぜひ教えてください。難しいですねこれは。お便りどうもありがとう。原田友よ、星空アイランド。My name is Tomoyo Harada と、いきなりなんだか最初逃げてしまったような感じもない気にしまうんでしたけどね。はっきり言って私はこう英語の発音っていうのは苦手ですね。映画でも愛情物語見た方ご存知ですけどね、タスぐらいのセリフで何回も何回もなんかやって失敗してしまったやつですからねって。嫌いじゃないんですけどね、なんかねすっごいドキドキするんです。はっきり言って、だから英語の時間とか読ませられるでしょ、あの時なんかねほんと心臓がドキドキしちゃってたなっていうのを思い出してしまいましたけどもね。英語が好きになるコツ、これはですね、やっぱり外国の人で、まあね、英語話す人たちで自分の好きな人を見つける、恋人とか友達とかそういう人を作っちゃえばもうねどうにかして覚えようっていう気になると思いますよ。はいはいです。これが一番早いんじゃないかなと思います。原田友よ、星空アイランド。そう言われるとなんかすごく曲紹介が恥ずかしいなと思ってたら、スタッフの人が大変意地悪ですごく長い、曲を選んできてくれました。いきます。ドリーデラックスで Queen of the Night vs Satisfaction。がお送りします。戦うパソコンゲームマガジンゴッピーク、今月は今流行最先端のシミュレーションと人気安定最強のロールプレイングの大特集、ウィザードリー2ディーバなどなど注目ゲームが満載。これさえ読んどけば君は絶対友達に差をつけられる。もちろんラプラスの間、ザナドゥシナリオ2ほか超人気の連載ハウトゥーウィンも絶好調。そしてゲーム人気にも増して爆発ヒットのコミックロマンシアも過激に連載中。斉藤沙織ちゃんが表紙のコンプティーク3月号は角川書店から好評発売中、430円。改めましてこんばんは、原田智代です。はい、また原田って言えなかったな。はい、2月7日星空アイランドの公開録音をインクスティックでやったわけなんですけれども、大変盛り上がりました。来てくださった皆さん本当にどうもありがとうございました。
そして、残念ながらね、来ていただけなかった皆さんは、来週のホストラアイランドの放送を楽しみにしていてください。はい。さて、あなたの思い出の扉を開ける懐かしの一曲、メモリー&メロディーのコーナー。早速、今日もお便りをご紹介いたしましょう。はい。これは、滋賀県彦根市の匿名希望となってますね。さんからです。トモロちゃんこんばんは。あれは今から5年前、僕が中学3年の時でした。バレンタインデーの前日土曜日の放課後に、突然隣のクラスの女の子からチョコレートをもらったのです。全く初めてのことで、僕はどうしていいかわからずに、とにかく日曜日に会おうということに、なりました。日曜日、僕たち2人は渋谷の街をただただ歩いてばかりいたのです。そんな僕たち2人に、にわか雪は映画館に入るきっかけを作ってくれました。リバイバルでかかっていたその映画は、ブラザーサンシスタームーンでした。なぜか涙が流れてしまいました。僕はその頃学校では先生に反抗したりして少しは目立っていたので、映画を見て不覚にも涙なんか流してしまったことを彼女に知られるわけにはいかなかったので、そっと涙を拭うため彼女の方を伺うと、彼女も僕の方を見ていて、その目には涙が溢れていたのです。僕にはもう涙を拭う余裕など、なく、ぎこちなく映画を見続けるしかありませんでした。映画が終わり、周りが明るくなった時、僕の手のひらには彼女の小さくて柔らかい手のぬくもりが残っていたのです。そんなウブで素敵なバレンタインデーの思い出の曲、ブラザーサンシスタームーンのテーマもお願いいたしますです。はい、僕の学校の都合で会えなくなってもう2年になります。この春彼女が結婚するという噂を聞きました。どうもありがとうございました。わあ、これは素敵なお便りですね。5年前に、中学3年生ということは、中学3年って、15、16ぐらいですよね。あ、私よりもちょっと上ですね。でも結婚しちゃうっていうのは早いですね。でも自分のね、彼女っていうか、その彼女っていうかお友達がね、結婚しちゃうっていうのはどういう気分なんでしょうかね。男の人に聞いてみないとわからないですけどもね。うん、あ、そっか。でもとっても素敵な、本当バレンタインデーでね、いいですね。私などはですね、バレンタインデーってあんまりないですけどね。あ、一回だけあるわ、だってですね、割とギリチョコ娘が多かったんですけどね。でもね、一度だけね、なんかね、